はい、それではクーニンズ新メンバーを紹介します。こちらです。主張激しいな。ちょっとアドリブでなんか自己紹介ね。この度クーニンズに入らせていただきました三宅です。勝利に貢献できる頑張ります。よろしくお願いします。めっちゃ真面目じゃないですか。ちょっと小ボケてください。ドラフト1位大本です。全日本優勝目指して頑張ります。育成2位の言われた。早く背番号2桁になるように頑張ります。クリーンズスポーツ推薦いただきました元です。よろしくお願いします。スポーツ推薦。今日はクーニンズウェアがどうしても来たいということで来ていただいております。どうですか着てみて。めちゃめちゃいいです。伸びるし、めちゃめちゃいい。気持ちいい。クソい。スライディングするときにちょっとパッドも入ってるんで、これ。時代が。こぼけず。てか、ガタが良すぎても。何の選手か分かんないですよ、もう。なんかこれちょっと動き見たいですね。せっかくなんで。ノックとかどうですか？ノックとか。この辺でちょっとノックでもどうですか？じゃあ僕ノックいつも。さすがスポーツやな。はい。ボディスタッシュ。はい。はい。どうだ。はい。はい。育成オッケー。ああ、いい。スローイングがキャッチャーだな。ということでクーニンズ新メンバーに守っていただきましたが、新メンバーというのはもちろん嘘です。立命館大学の現役メンバーでございました。ちょっとお遊びで来てみました。ということでオフシーズンクーニーは武者修行の旅に出ました。今回来たのは立命館大学。盗塁阻止率なんと 100% の栄田選手に盗塁してバッケンを披露してもらったり、捕手論を徹底取材しました。これらをクーニンズバッテリーに活かしたいと思います。そして、今年打率2割7分に終わったクーニンは、立命館大学のスラッガーたちに打撃のコツを教わりました。立命館大学には、大学日本代表や、高校通算76本塁打のスラッガーがいます。こちらは後日配信したいと思います。でもちょっと、それを外で着ることは、若干ちょっと気をつけてください。ちょっと怪しいんで。お願いします、はい。それでは今日の動画は以上です。ありがとうございました。よっしゃ、よっしゃ。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける。玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分。フォーシーズン服は汗だく。気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。